ヤッホー、こんにちは。こんにちは、綾乃の高塚宏です。後藤武です。はい、池崎リヒトです。今日はね、リヒトと武と一緒に、あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。とある場所にやってきました。そうですね、あの、どこですか。はい、なんだなんだここは。失礼します。おお、失礼します。お邪魔します。すごい、お邪魔します。お邪魔します。おお、スイートした。生きてる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 。おお、生きた。ここは危なかった。ここは何ですか、ヒロム君。今回は僕、高塚ヒロムの公約を実行したいと思います。お、公約できたんか。はい、そういうことです。そういうことか。はい、はい、僕の公約はですね、うん、皆さんのお家に行ってペットのお世話をします。おお、ペットのお世話ということなんですけど、本当はね、うん、ミニの皆さんのお家に行ってペットのお世話をしたかったんですけれども、うん、まあこういうご時世ということもありまして、うん、今回はね、ここで、爬虫類のお世話をしたいと思います。いいね。ちなみになんで今回爬虫類なの。はい、僕はあの、まあ皆さんも知ってるかと思うんですけど、うんうん、以前ね、ペットショップで働いてたっていうのもあって、はいはい、すごい動物が好きで、うん、その時はね、うん、爬虫類いなかったんですよ。あ、いなかった。そう、はいはい、けどめっちゃ爬虫類に興味あって、うんうんうん、いずれはその飼って自分であのペットとして飼いたいなっていうのも思ってたので、うん、なんかここで爬虫類とたくさん触れ合えたら思って、いい。確かに、なんかヒョウモントカゲモドキを飼いたいみたいな。そうそうそう、ずっと言ってんだよな。そうそう、うん、カメレオンとかもね、うん、いるもんね。爬虫類めっちゃいるからね。本物やもん、出てるもんね。これもう置物かどっちかわからない。わからない。全然動かないしね、うん、上もウーパールーパー出てるし。いや、あれはどう見てもぬいぐるみだろ。あれはあれはぬいぐるみか、うん、早速お世話していきたいと思います。はい、このね、あの窓をあの見やすいように拭くみたいなんですけど、はいはいはい、よいしょ、はい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 、ほいほいほい、そうだよね、あのお客さんが見るからね。はいはい、なるほどね。窓は綺麗じゃないとね。はい、はい、うん、あ、なんかこの感じ懐かしいわ。あ、ペットショップでやってた。うん、なんかね、そう、こういう水槽拭く感じレアですよ。全然気にもしないよ。ね、寝てる。結構寝てんのかな。寝てるんや。でも確かに基本ね、あんま動かないよね。お、でも綺麗になったね。綺麗になりました。綺麗になった。いいと思います。よし。じゃあこれで見やすくなりましたね。はいはいはい。次のまた行きましょう。次行きましょう。はいはい。タケチやってください。いいんですか。タケチやりますか。やりましょう。いいんですか。ヘビの。ヘビ。お。ヘビのケージを掃除して。ヘビ。これなかなか太いね。任せていただけるならやらせてください。じゃあお願いします。やりましょう。これをね、こう下にガシャってやると、あ、はいはいはい、手慣れてんな。ありがとうありがとう。あら、見に来た。ティガ君、ティガ君、ティガ君、あ、教えてくれるんですか。あ、ここはこうじゃよと。こうですか。ありがとうございます。まあ俺でも掃除が好きやからさ。あー、確かに。そう言ってたよね。拭き掃除とかも、そうなんだ、鏡に嬉しくてしょうがないです。タケチとね、お家でご飯食べたりしてたらさ、もう常になんか拭いてんだよね。マジで常になんか拭いてる。拭いてる拭いてる。もうやろうと思ったら徹底的にやっちゃうねんな。そうだよね、そのイメージは。お、Uターンしてきた。戻ってきた。結構移りたがりなんですよね。可愛いですね。書いてあるっすね。それでは次は、うん、ケージの中の掃除やっていきたいと思います。はい、はい、次はこちらの、これがあのヒョウモントカゲモノキです。おー、飼いたいとか飼いたいって言ってた。はいはい、話してたやつだね。一回あのデビューして直後くらいの時にタジ君に、うん、はいはい、おすすめだよって言ってた。
言ってたね。ですね。そうだそうだ。はい。よし。すごい。スタッフさんから伝授させて、していただいたので。よし。これをね、シルターを取ります。お、お、いましたね。いましたね。水も取ります。水も取って、はい、この子を外に出します。ごめんよ。お、すごい。ごめんよ。どんな感じ？触った感じ。え、お腹は柔らかい。後ろは、うん、背中はゴツゴツ。あ、ちょっと、あ、でも柔らかい。で、この子はちょっと離して、これを、はい、はい、で。あ、でも、えらい、おとなしい。ね、おとなしい。ちゃんと待ってる。かわいいな。いいね、ベニロムか。ベニロム、うん、ケミ。ヒロムくんとケミね。ベニちゃんとヒロムのケミで。よいしょ。ベニちゃん、でも見に来るミニの人いるかもね。確かに。このベニちゃんを、ベニちゃんもファンさせてあげてな。で、これを、このサイズに折るんですね。はい、これが目分量らしいので、うんうん、さあどうだ、ぴったりかな、ぴったりかな、いいんじゃない、お、どうでしょう、どうでしょう、めちゃくちゃぴったりや、めちゃくちゃうまいやん、うまい、あ、よし、ありがとうございます。ベニちゃん、ベニちゃんも戻すと、ベニちゃん、あ、ごめんね、ごめんね、はい、よし、新しくなったぞ、うん、よし、オッケー。かわいいなぁ、お前は。はい、OK じゃないですか。素晴らしかったですよ。はい、いや俺、こんだけ好きって言ってるけど、なんだかんだ初めて触ったんですよ。そうなんだね。そう、だから、めっちゃすげえ嬉しかったわ。ありがとう ね。続きましてね、うん、まあ、先ほどからちょこちょこ登場しているこちらのティガ君に餌をあげていきたいと思います、うん、はい、はい、誘導しよう、誘導しよう、おい、誘導しよう、ティガ君、餌です。あ、でもなんか、おいしょ、うわ、うお、いい食いっぷり、いいね、かわいい、美味しそうに食べるね、めっちゃいい咀嚼音。あ、ASMR だ、いいね、なんかいろんな、うん、野菜を食べれるようにいろんな葉っぱが剥げているみたいです。なるほどね。栄養的にかな。はい。偏らないように。はい、おお、ね、いいね。ちゃんと食べますね。すごい。じゃあ、ぜひとも。いいの？お願いします。この距離を保つ。すごい。おすごい。欲しがってるよ。よし、ティガ君、食べますか？あら。おいしょ。かわいい。かわいいね。めちゃめちゃかわいいです。かわいい。うまそうに食べるな。うまそうに食べてくれるから、もうなんか生産者の気持ちになっちゃうね。ありがとう。美味しかったですか？うまかったですか？もうないよ。まだねえのかよって言って。ね。ないんかって顔して。あ、しょんぼりしてる。しょんぼりしてるわ。いいなぁ。なんか家に行ったらすごい癒されそうじゃない？癒されそう。確かに。あら、かわいいですね。ありがとうね。ありがとうございました。先ほどのベニちゃんと同じ種類のレオパに餌をあげていきたいと思うんですけれども、はい、餌はこちらのおーっと、おーっと、コオロギとゴキブリです。うんうん、おー、今もう行こうか迷ってんねんけど、大丈夫かな。これをね、はい、ピンセットでこちらの2匹にあげていきたいと思います。はい、うんうんうん、じゃあまず僕からいきますね、はい、ちなみにリヒトは虫は大丈夫ですか？虫ね、我慢してます今。ちょっと、うん、まあ、でも可愛い子たちの餌って考えたら、そうね、なんかいけるかも、いきます、いけるかも、うんうん、はい、ご飯だよ、これティファニーちゃん、おー、あー、食べた、お、食べた、食べたよ、元気に食べました、うわ、かわいいな、美味しそうに食べるやん、このね、食べた後に、ね、舌でペロペロしてるんだ、ね、かわいいな、なんかやみやみしてる、やみやみ、よし、美味しそう、美味しそうじゃないわ。
それは間違えました。それは間違えました。食べる。食べる。違います。私あげばピンセット。いやもう美味しさに食べるからさ。食べるからね。こっちまでそんな気分になっちゃうね。そう。じゃあ。ちょっと開けてみますか。僕も一回やりますね。もちろんです。じゃあ見たかったです。お願いします。ありがとうございます。大丈夫リヒト。今スワマちゃんがデスポジらしいです。あ、ごめん。逃げた。お前ダメだ。そっちの方がむずそう。あ、食べた。食べた。強力プレイですね。スワマちゃんが回収してくれた。ありがとうスワマちゃん。ああ、どうやった？めちゃめちゃ怖い。コオロギがとにかくちょっと。コオロギがね。コオロギのがね、ちょっと難しい。手めっちゃ震えるよね。手震えちゃう。とアゴヒゲトカゲです。へえ。顎が太いんだね。この子もめっちゃ見る。あ、そうなんだ。レオパと。一緒に、なんかその初めて飼うときに、レオパか、フトアゴか。あ、そうなんだ。そうなんだ。初めてでもいけるんだね、この子はね。これがあの、デュビアってやつですね。ジュビア、デュビア、うん、デュビアっていう、ゴキブリ。あ、名前は宝石みたいな。確かにな。うわっ、早っ。早かった。消えた。すぐなくなったな。ね、美味しいかい。そういう感じなんだよね。かっこいいね。かっこいいな、確かに。ね、うん、堂々としてらっしゃる。いきます。お、今度はゴキですよ。ゴキちゃん。ゴキブリちゃん。あ、なくなった。いや、キュート。めっちゃうまそうに食べてる。一瞬で食べたね。一瞬で食べた。ね、すげえ。ちょっとなんか。お、くる。いける。ありがとう。ありがたい。すぐ食べてくれると。ね、美味しそう。美味しそうに食べてくれるからね。ね。なんかこっちも口動いちゃうよ。なんか。美味しそうやな。美味しく食べてくれるなと思って。危ない。危ないね。ありがとうございます。ほんまありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。さっきね、あの僕がカメレオン飼いたいって話してたと思うんですけど、うん、特別に触らせてもらえるみたいな。あ、そうなんだ。はい、じゃあここで飼うかどうかを。あ、そうだね。そうだね。飼うかどうかを。エボシカメレオンっていう感じで。あ、ケマメくん。ケマメくん。ケマメ。うわ、なんか手がかわいい。うわ、手がこういう感触なんだ。めちゃめちゃかわいい。このさ、そう。手がさ、手がすごいね、可愛くてさ、そう、めっちゃ憧れてたんだよね。なんか特徴的な手、ね、ここね、そう、二つに伸びててさ、すごい色が綺麗だね。ね、なんか、そう、目がさ、エメラルド色してる。目が左右逆、違うところに見えるか、こうやって。こういうことだよね。すごいな。そう。すごいわ。でもそれしたらいろんなとこ見れるもんな。ね。こんなに近くで見たの初めてだ。かわいい、めちゃめちゃ。かわいいね。すごい。なんかもう、ヒロムの相棒やん。いつか俺、家でこうなってるかもしれない。いらっしゃーい。いらっしゃい。すいません、失礼します、ティガさん。あー、すごい。めちゃめちゃずっしり。そして、なんかがっしりしてるわ、甲羅が。あ、マメちゃん。あ、ごめんね。で、これは一番人気。へぇ。ヒロム、子役どうやった？いや、なんだかんだ、うん、こんだけたくさんの爬虫類を触るのがすごい初めてだったから、うん、めちゃめちゃ嬉しかったです。そうだよね。俺らも、すごい。マジで楽しかったです。マジで楽しかったけど。どうでした？楽しかったですか？楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった。いや、ほんと来れてよかったし、うん、爬虫類カフェめっちゃ来たいと思ってたから、うん、もうなんかね、こうやって本当に餌やりとかできないよね、うん、貴重な体験、うん、本当に楽しかったよ、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。なんか、うん、ちょっと今片足沼にハマっちゃってる感じで、
いいね、機会があったら一緒に来たいですね。また来たいね、うん、すごい楽しかった。おっか、じゃあまた行きましょう、うん、行きましょう、うん、俺も、うん、な爬虫類は好きだけどさ、こういうお店とかに一人で足を踏み入れるのも勇気いるじゃん、うん、いるよね。そうだから、うん、ちょっと今日これでめっちゃ嬉しかったです、はい、爬虫類苦手だった人、うん、ごめんねでも本当に可愛かった。そう、うん、本当にね、可愛いから、うん、ぜひ爬虫類の魅力を知ってほしいです、うんうん、一度来てほしいですね、はい、うんうん、ということで、うん、以上、高塚ひろむの公約でした。次回の公約もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。